発汗の森シャープ3始まるよ。動いてるよ、ゆっくり動いてるよ。で、そろりそろりそろり、虫網で来て、どこ来るかどうなんだ。あ、置いてあかん。もう捨てんなや。元気やな、こいつ。どや、あれを接近に移動すると噛まれたのがゆっくり、ね、これうぐい、ないよ。ウグイが美味しいやろ。川魚やん。お、金だ金だ。イエス。本当。さあ。よっしゃー、何これ。熱帯魚じゃんこれ。アナゴ。よっしゃ。ガーやん。ガーのエピソードはほんまね、ちょっとガーめっちゃ嫌いなんや。高校生の時に予備校でね、ご飯食べるじゃんね、外で受験勉強してる時にご飯を食べてて、焼きそば、カップ焼きそば、もう忘れられへんわ。忘れられないの。まあだいぶマシになってて、 UFO を食べてる時にね、手のひらぐらいのガーに襲われて、電気の下で食べてたから。で、UFO に入ってきてもうて、なんかね、その UFO、大盛り UFO やったら、3分の1ぐらい食べて、ガー入ってきたから、ガーがついてないところ半分ぐらい食べて、全然捨てたよね。気色悪くて。気色悪かった。今思い出しても、ガーが欲しいわってなんだけど。そうか、電気のところに虫は集まるのかな、リアルと一緒で。これはさすがに上手やろ。で、よし。いや、ほんまにな、笑いどころ。またガーやねん、もうええてガー。あ、壊れた。何本か持っといた方がいいね。多分。で、試し。
生き物見つけたよーって。パチ。他にもおるよ。海もいいかな。ひたすら釣りよ。もう預かり預かり、おばあちゃんが知らんねん。あの館長の名前何やったっけな、たぬきな。こんな喜ぶよ、ロパーチって。絶対調べよ。もう無駄ないね。アプリ、またアプリ。もうこいつフィッシング詐欺ちゃうんけ。その転送で送れんのアプリって。預かんね。はい、ありがとう。ハイレージ。全員喋れってこと？あ、なんか見終わったな。あ、どう壊しちゃうと動かんし。いやー、もうだって今日割と、感じちゃう。あそこのポーズって同じデザイン。おお。なるほどね。ダサい。寒ないのこれ。半袖やで。ダッサいなこの服。ちょっと待ってくれ。ダサすぎん？この服はダサすぎるやろ、どう考えても。着替えたらミスかな。これでは。ボロボロやないか。せやね、ポーチ埋まったら。これまたガーやんな。ポケットいっぱいな。なんなん。お前やガーのせいや。ガーのせいでポケットいっぱい。そう、はい、豆吉。つぶ吉は何してんのマジで。もうガーには騙されんぞ。おお、でかい。でかいでかい。
そっち気づかん系これ。気づかんタイプこれ、そろそろ早く食えよ。遠すぎる。あ、間違えた。